やめろよ、そこは俺んちだって言ってんのに。だいたい住み着く気ならはっきりそう言えよ。なんで故郷を出た？悪いことして逃げてきたんじゃないのか？これくらいの質問常識だろ。テンションがずっと怒りっぱなしも大変ですね。え、あの拍手をいただくのがこんなに恥ずかしいこととは思いませんでした。もう双子の姉妹4歳のりんあちゃんです。どうぞりんかちゃん、あなちゃんです。何ですか、しかも一人は向こう行った。なんで、あのちょっと、レッドも静かにやってきましたよ。レッドくん、レッドくん、ね、おいで。はい、レッドくん、こっちこっちこっち。何ちゃんですか。アンナです。アンナちゃんです。りんかです。りんかちゃんです。あのできればこっち向いてあげてください。二人は初めてのイベントなんですけど自由です。はい、緊張ゼロです。あの自由さが欲しいです ね坂上さんと真逆で自由です。はい、だいたいその子見れば、はい、指導して言うこと聞く状態かどうかは分かるんで。どうですかりんあんちゃんは。いや、もうまず無理だと思うんですけど。おじちゃんがこうやってキュッて出したら。おじちゃんじゃない。そうですね。はい、おじちゃんのこと知ってますか。おじちゃん誰ですか。おじちゃんじゃない。そう、今ぐらいセリフを合わせて言っていただけるとありがたいんで。みんなも怒ってんだろ。俺たち鳥だぞ。俺たちは恐竜の子孫だ。おとなしくなんかないんだよなあ。ゴーゴー。あ、そう、そういうこと。ちょっと今絵に合ってたよ。その2人の印象をお伺いできますか。自由人はい、ただ今日に限っては非常に助かりましたはい、救われました。父親になりたいなという願望とかはない。出た父親ですかいや、そういう願望がないわけじゃないんですけどね。はい、あの実際今日みたいにこうやって2人と会うと、まあ、僕も十分いい年なので、ああ子供いいなって思う時もありますけど、悩むとこですね。やめないだろ。何ですか、何ですか。悩まないだろ。悩まないだろって言ってる。悩まないだろ。なんで俺のことそんな知ってんの。こういうの悩んじゃダメかね、悩んじゃダメなんだよね。はい、今のりんかちゃんのお言葉は重く受け止めて共に生かそうかと思います